じゃなくて。回してんの？うん、回すだろ。回すだろ。いや、回すだろって。タメ口？そりゃそうだろ。え？タメ口だろ。なんでタメ口じゃないと思った？タメ口だろって。そりゃそうか。もう、うん、やってんだから、そっちは。そうですね。座れ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 。いいね、記者会見みたいでいいね。あれ、なんすか、あれなんすか、なんか、え、僕地味になった柄とかないけど。いや、たまたまです、たまたまです、はい、真っ黒でたまたまです、はい、オースです。説明しなきゃいけないことあるだろうって撮ってない。文春の方ですか？いや、知らんて、文春じゃないだろう。なんすか？世間代表の声として今、なるほど、説明しなきゃいけないことあるだろうって。他人の家庭のことも1から100まで知りたいタイプの。反省してるの？したじゃないんだよ。した。反省したって。反省してないだろう。した。もうした。もうした。もう。した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 。笑ってない。笑ってない。した。まあいいけど。来ました。最近何した？最近はもうずっと話し合いをしてました。話し合い？はい。まああの、このことについて全部こと細かく説明して話をしておりました。どうだった？まあ、俺以外はね、正直に一般の人やし、俺が勝手にそのいろいろ全部この話すことはできないっていうことは分かってほしいんやけど、まあそれはね、皆さんにお伝えすることができることがあるならば、まあ話し合いはもう全員が納得する形で全てまとまりましたので、まあ、ご報告と。じゃあもう、うん、当事者がもう全部納得した形で、またもうこれからもう前に進むしかないんでね。なるほど、うん、これ以上コメントとか勝手にブログに書くのはもうやめてくださいっていうことかな。まあ外野がねどうこういうことじゃないっていうのは確かに僕もそれは思う、うんうんうん、ちなみにだけど、はい、YouTube とかにもいっぱいいろんなコメント来てたけど読んだ、お反省してね。したじゃないんだ。何？した。した。もう本当した。おかしい。顔見てした。した。した。コメントにも、コメントにも来てたけど、ひげ剃れて反省してたんだったら、反省してないんだよ。反省でひげは関係ない。関係ないと思う。発生してないのかな。しました、しました、した、はい。でもちょっと今のさすがにやばいから、はい、改めて聞くけども、はい、コメント読んでどう思った？暇人がうるせえって。ダメだ。反省してないから。したもう反省した。反省した。だってイマジン良くないから。顔見て、下、まあ、下、うん、うん、そう、顔だけ見たら。その感じ出せてんだったらっていうか、出せてるって言い方もあれだけど、下いや、言葉違いすぎて。下、もう一回ちゃんと聞くけど、コメント読んでどう思った？その熱量はなんか別のことに使え。ダメだ。叩くようになってるよ。タレ口ドラマでしょ。叩くようになってる。人ってはず。下じゃないんだよ。だから顔見て。怪しいんだよな。なんであんなこと言うの？した。
反省したのね。した。いや、今すごいしてる風に見えるけど。した。なんであんなこと言うかな。間違い、反省してるんだったらいいんだけど。オースです。今後どうしていこうと思ってるとかある ？YouTube を。YouTube。まあまあ、その前にとりあえず解決したんで。本当に、うん、もう話し合いも終わってもうみんなが納得する形を取ったから本当にそう勝手な妄想でね、うん、いろいろ書くのとかは本当にやめてほしいっていうことだけ言わせてほしい。ああ、事実にないようなことに勝手に、うん、そうこっちはこっちでね、真実を話してるわけなのに、はい、もう他から違うねエピソード勝手に自分のねイメージとか想像だけで物事言ってこられても、うん、まあ、そこもちょっとやめてほしいし、うん、っていうことだけ、うん、本当にお願いしたい。それは確かに、うん、これ僕も思いますね、うん、全員が迷惑してるから、はい、で、YouTube どうしてる？まあ何がとは言えませんが私ものすごくお金がいりますんでまあ、とにかくね今まで以上に YouTube はもう頑張ります。あ、なるほど。仕事も頑張ります。はい、確かに。もう前へ向くんで生きていけなきゃいけないんで、うん、だからめちゃくちゃ働きます。まあ、なるほど、はい、確かに、はい、僕もコメント読まさせてもらって、はい、いろんな誹謗中傷、はい、アンチなコメントあったけども、はい、続けてくださいとか楽しみにしてますとか応援コメントもあったなって思ったから、うん、続けていきたいなって思ってるんだけど、それはもう本当に嬉しかったです。はい、もう本当に皆様の声がどんだけ救われたかっていう、うん、毎日 DM くれる方もいましたし、もうずっと全部読まさせてもらいました。それは本当に嬉しかったです。感謝しかないです。はい、じゃあ僕ら本気で、はい、じゃあ今までと変わらず、はい、早朝系ってことで YouTube は続ける。早朝系やし、何やったらいろいろ書いてくるやつに言いたいけど、うん、まあ、私当初から言ってますけど、うん、見たいやつだけ見ろって。まあ、見たくないな見るなってずっと言ってますよね、うん、それは言ってました、うん、なのに対して不快だだの言われてもね、うん、YouTube っていうものは再生ボタンを押さないと見れませんので、登録外したのにおすすめ出てきたは知らないですよ、はっきし言って。ちょっと話しよう。はっきし言ってですよ。じゃあ見なきゃいいだけの話なんで、うん、そのいやこっちはもううんこしてるから覗くなって、うん、まあ、それは確かに言ってんのに、うん、勝手にドア開けて、うん、匂いに来てクセーって言ってて、うん、いやいやだから見るなって開けるなって言ったでしょっていう話なので、うん、っていうことをもうさらに伝えたい。改めてまたこれ不快だって来られても不快なら見るなって、うん、応援してくれてる方、好きよ楽しいよ、うん、共有してくれる方だけにこれからは発信していくんで、うん、さらに成長した俺を見てほしいし、うん、前に進んでいく俺を見てほしいし、いろいろ言われてきたよ、うん、ね、死ねだのどうだの死なんて、そりゃそう、まあもうどうしようもない、俺はこういう人間やとしか言えん、うん、俺はこういう人間だって、だから それでも見たいっていう人がいてくれるのであれば見てくれたらいいっていうことで、うん、またみんなもね、うん、気になったら見れちゃうってことで、うん、おーす、ちょいやいやいや、終わった終わったって言うとでも思った。オースです。勝手に閉めちゃってるけど終われないから。終われる？終われないでしょそれは。いや少なからずこっちも迷惑こう思ってるから、うん、ね、それね、うん、選べ、はい、今何時ですか？10時。え、今日何時集合ですか？9時15分に佐田さんのご自宅に僕が行くという約束でした。ね、はい、お選びください。1、はい、花つば、はい、2、へそごま、はい、3、現金3万円現金3万円。こんだけやない花つば。これはお前選べ、はい、1、花つば、へそごま、3、右足の小指の間かぎ。新しいの出てきた。もうやっぱ体で臭いとかやっぱちょっと探したら、もう右足の小指の間が一番臭かったから。それ太ってるからですか？普通の人臭くないっすもん、そこ。おかしい、反省したやつが。しました。一番ダメだ、反省したやつが太ること太ったとかで一番ダメだ。で、一応まあ4、はい、3万円。
あったね。こんな。4の3番と言いたいところですが、私お金もありませんので、3番の、小指の指の間の臭いとこお願いします。そんなに違うじゃん。違う、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 あの3番キャラにすればいいじゃん。ナイス。あれは忘年会用の3番なんで。あれは忘年会用の3番なんで。あれは忘年会用の3番なんで、自分3番の足と指の間の臭いとこお願いします。宇野先輩の、宇野先輩の足と指の臭い。こんなことあんの。いい、私にはもうお金はありません。はい、いいのね。いいです。じゃあもうください。やりますよ。はい、ください。オースです。よいしょ。あ、昨日笑い忘れたな。そんなに入って小指とその薬指でそんな詰まるんですか。これがもうギュッとなってるから。これでそぎ取るわけだから。ちょっとあんま見せられないけど、ちょっとカスついちゃって。じゃあ いける。いける。よし。はい、じゃあ一回ゆっくり。よし、行きゃこっか。で、もうここ指ここにあるから。じゃあもし匂い飛ばそうとしてないかな。よし。ちゃんとね。はい、自分で来てよ。よし。撮ってるからこっちは。よし。よし。はい、よし。はい。おい、マジでへそのここにくせえぜ。やばくない、マジで。え、くっせえ、マジで。いや、ちょっと傷つかって。いや、くらわした方が傷つくのはなしや。くっせえ、ブーメランで帰ってくんねやんな。じゃあこれからね、これからもじゃあ楽しくやろうよってことで。また気になっちゃったら見てよ。あっ、これせえ。あ、最悪だよ。で、出た。マスキングと塗装の日、まあ、いよいよナンバーを持ってきてくれました。パンパーって言ってましたね。横須賀のキクちゃんです。いやいやいや、サタさんと横にだけは言われたくない。この間お前インスタグラムで俺に喧嘩売っとったやろ。喧嘩？お前ストーリーで俺に喧嘩売っとったやろって。お前ちょ、マジで分かんない。お前マジでどういうこと。あ、こいつ俺に喧嘩売ってんなと思って。